こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるなら、あなたたちに同行させてくれませんか？特にあなたといれば何か思い出しそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。やばい、カミューの性格が違いすぎて。これまでのあらすじ。仲間を探しながらラムダを目指す旅の途中、マルティナの噂を聞いたアイノたちはモンスターカジノへと変わったグロッタの町を訪れる。そこでマルティナと再会するが、彼女はブギーによって魔物へと変貌していた。魔物化したマルティナの襲撃を止めると、ついに黒幕であるブギーが姿を現す。そしてアイノたちがブギーを倒すと、魔物化していた者たちは元の人間の姿へと戻り、グロッタの町は魔物の支配から解放される。魔物化していたことで新たな力に目覚めたマルティナは、旅の途中で見つけたというマーメイドハープをアイナに渡し、再び仲間に加わる。こうして一行は仲間たちを探す旅を再開するのであった。よくお戻りになられましたアイナ。あなたに我らが神の加工がありますように。さあ、ということで、さあ、聖地ラムダへ仲間を探しながら向かうっていうのは分かったんだけども、どこから元に戻っていけば、あ、下に下がっていけばいいんか。マーメイドハープを渡されたってことは、やっぱりあっちに向かうってことなんかな。マーメイド、人魚たちのところに。あ、待って、ここどこ？こっちか。あ、こっちか。こっちですね。え、こっち？いけんくね？ちょ、待って、どこ？これ。どこですっけ？これは。こっち？あ、こ、違う、こっちじゃない。こっち？違う、これ上に向かいよりよね。え、上じゃなくって、これ途中からどっか行けるんやったっけ？じゃ、地図。ユグノア、あ、ここからか。ここからだわ。一階じゃなかった。はい。これは噂で聞いたんだかな。遥か北の地、クレイモラン地方へ続く海に突然黄金の氷山が現れたらしいんだ。クレイモラン地方。海ね、海。おかげでクレイモラン王国への道が閉ざされ、国の人たちは孤立してしまってるらしい。一体何が起こってるんだろうな。あんたら船を持ってるんだって？なら、ルーレでソルティコに行って、そこから外界に出て、北を目指してみるよ。ルーレでソルティコ。ソルティコに向かって、ここから使えるっけ？一旦外に出んといかんのかな？ここ天井あるよね。天井関係あったっけ？なんかもう、いろんなシリーズしよったらよくわからなくなってくるね。じゃ、とりあえず一旦、さあ、ルーラでソルティコ。ソルティコに向かい。はい。ソルティコに向かって、外界から北に向かうっつったちょっと。はい、ソルティコの町から、船に乗りまして、もうめっちゃ愉快な音楽するやん。もうあれなの、ここは常にこの音楽になったの。やばいね。めっちゃ頭抱えとるけど大丈夫？大丈夫かな？そこのパレードの人が街の見張りを手伝おうと言うんだが、どう見ても強そうに見えないよ。本当に大丈夫だろうか？心配だな。この人？大丈夫じゃないかな？あら、ボスじゃない。知ってると思うけど、ここはお姉様の故郷、ソルティコの街よ。私たち、この街の笑顔を取り戻そうと力の限り頑張ってるところなの。ぜひゆっくりしていってね。まあでもね、ゆっくりしている暇がちょっとないので、船はどこから、あら、ボスじゃない。めっちゃ呼ばれる。こっちの海から行けばいいんやっけ、船って。それともあれ、全然関係ない。街の外からとかそういうことかな。なんかそういうことのような気もしてきたぞ。待って、これは、地図メニュー。近くの地図。トルティアナ海岸。いや、全くわからないんだけど。待って。だってソルティコの町とは言われてないよね。ソルティコにルーラで行ってとは言われたけど。刺激的なのかちょっとわからないけど。とりあえず外に出て、外からかな。船があるの。
どこや。なんか灯台とかあるけど、あの辺か。外に出て、もう一回ちょっと地図を開いてみようか。もうさっきの近くの地図と同じような気がするけど。ここも、あっこや。あっこに船あるやん。止まっとる、止まっとる。じゃ、馬。馬や。よし。向かいますか。待って、なんか、モンスターたちめっちゃ寝よる。モンスターたちめっちゃ寝よるよ。ちょっと刺激することないよね、別に。こっちじゃないな。もうちょっと向こうか。あ、びっくりした。もうあの人たちさ、いつもびっくりするんよね。人じゃないけど。人ではないけど、何あれ、黄昏れてるの？向こう岸のあれを見てるのか？とりあえずこっちに抜けて、さあ行きますか。てかすごくない？アリスちゃんずっとここにおるやんか。魔物によく攻撃されんよね。あ、ちょっと待って。降りとこう。じゃあ行ってきますね。どうも。船の出発するでガスか？出発するでガス。これで北へ向かうって言ったけど、目的の場所は一体どこなんだろうか。あ、あれか！なんかあるね。あの、金の山。黄金の山？なんか知らんけど。なんか知らんけど、ありますね。あ、違う違う違う、降りないの。降りないんだよ。方向を定めようと思ってね。ここから抜けていけばいいんかな？すげえな、なんか。加速。あ、全然加速じゃなかった。え、全然加速じゃなかった。違う。もう一個奥のボタンやった。結構近いんかな？どうなんかな？あ、でもあっという間に着くような気がするな。お。出たよ、出たよ。めっちゃ、ルンルンやね。いい潮風だわ。さあ、ここを抜けたらいよいよ外界よ。気を引き締めていきましょう。なに、なんか来るかと思った。これ船の中？え、なに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 ？船蔵の方からお腹が音がしたようだけど何かしら。アイナちゃん悪いけど、ちょっと様子を見てきてちょうだい。ほいほい。え、何かトラブルが起こってるわけではないよね。なんか、モンスターが忍び込んでました的な。何やってんの？誰君？むしゃむしゃ、うんぐんぐ。あれ？ちょ、久々の再会やん。え、もしかして記憶がないとかないよね。なんか怯えてない？記憶ある？アイナちゃん大丈夫？みんなも連れてきたわよって。カミュちゃん？なんか記憶なさげじゃない？おお、カミュ、やはり生きておったか。お主ならタラでは転ばぬと思っとったよ。さすがカミちゃん。でも本当によかったわ。ねえ、アイナちゃん。ほら、絶対覚えてないパターンやん、これ。記憶を取り戻すたびに出るんかな？許してください。弱々しい感じになってしまった。俺もう3日ものまず食わずで、この船に食べ物が積まれるのが見えて、それでつい出来心で。カミちゃん？うわ！自分の名前はわかるんかな？わかるとしたら、なぜ名前知っとるってならん？一体どういうことだ？この男、神ではないのか？あの、俺の名前は多分カミューで合ってますけど。でもどうしてそれを。あなたたち、もしかして俺のこと何か知ってるんですか？あ、名前も分かってないんやね、じゃあ。お主まさか記憶を失っておるのか？俺、昔のことを思い出せないんです。気づいたら世界はひどいありさまだし、本当わけが分からなくて。覚えてるのは自分の名前と、名前覚えてるんやね。何か大事な、やらなくちゃいけないことがあったような、それくらいしか。めっちゃ食い尽くしとるやん。やばくない？あれ、後ろのトウモロコシとか。こんなこと頼める義理ないですけど、もし俺のこと知ってるなら、あなたたちに同行させてくれませんか？特にあなたといれば何か思い出しそうで。盗み食いした分は弁償します。掃除でも皿洗いでも何でもしますから。やばい、神の性格が違いすぎて。うん。確かにわしらと行動を共にすれば、いずれ記憶も蘇るかもしれんの。さらに、今の神ちゃんをこのまま放っておくのは危険だと思うの。ではイナちゃん、連れて行きましょう。もちろん。ありがとうございます。俺邪魔にならないよう頑張ります。素直ないい子じゃないか。カミュが、再び仲間に加わった。ここ
こから記憶探しの旅に旅立つわけだけれど、どうなっていくんだろうか。なんだかムズムズするわ。ベロニカちゃんが今何だろう見たら、きっと笑い転げるでしょうね。何を言われてるんだかって感じよね、きっと。でもまあ、みんなが自分のことを知っとるってことは、分かったはず。ここ白の入り江なんや。白の入り江あれよね。あの、ハープがあったところよね。確か。どの辺だ？あの光より、あれか？ん？あれかな？これじゃない？多分。まだ、あ、これやこれやこれ、あっとるあっとる。あ、これで阻まれて進めんくなっとるってことね。なるほど。なんなんやろこれ。壊せんのかな？なんかめっちゃ光よる。お金になりそうじゃない？そんなことないんかな？何よこれ。前はこんなのなかったはずだわ。これじゃあこの先に行けないわね。困ったの。この先には魔王動物の手がかりが眠る聖地ラムダがあるというのに。あ、この先がラムダか。おう、そうじゃ、会えなよ。海にそびえる光の柱がクレームランの北にあったはずじゃ。そこからクレームランの入り江に行けないか試してみるの良いかもしれんぞ。何か道が開けるかもしれんからな。クレームランの北？何、なんか思い出しそう？早すぎか。え、なんか言えよ。黄金に輝く氷山が浮いている。どうやらこの先は通れなさそうだ。うん、困ったの。さっきと同じじゃないかい。クレームランの北。待って、クレームランはどこですか？何がどこだか全くわからないけど、とりあえず、どれ、世界地図？え、わからない。全くわからない。現在地図。クレームランの北、クレームランはどれや？クレームラン、あれか？ちょっと待って、あれかな、クレイモランの北、多分あの一番上にあるとこじゃないかな。光の柱がどうのこうの見えないんだけど、こんな中船走らせるとかね、自殺行為よね。やばすぎる。スノーホムンクルス、サンゴやん、サンゴ。く、一発では倒れんかこいつら。あ、でもこいつらは今日ではないよね。あ、でも結構防御力が高い？体力が多いんか？え、めっちゃ耐えるやん。え、強かったりとかする？そうでもなかった。なるほどね。攻撃力的にはそうでもなかった。さあ、いけいけ。炎の方が効かんってどういうことなん？あれか、氷じゃ、え、氷じゃないの？でもスノーって書いてるもんね。氷やん。炎の方が効かんのかい。普通溶けたりとかさ、いろいろあるやろ。水系ならまだわかるけどね。老おじいちゃんがちょっとピンチなので、ネフォイム。そしてそこからさらにシルビアさんにベホイム。ベホイムの連鎖がつながっていく。いけ、よし。なんかすごい静かな終わり方やね、戦闘。バラバラバラってなって終わり。よし。光の柱とか本当にあるんかな？なんかそれはないような気がしてきた。あ、ある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 。光の柱。とりあえず、こっち方面から入れるかどうかを、入れないと思う。うん。入れないよ、全然。どう、ここと旅立っていけばいいんかな。着きました。結構風が強いね。匂う、匂うぞ。命の匂いだ。誰誰誰誰、なに、水中から。あ、こいつ、うはははこの海にまだ命があったか。てかお前らも命だからな。おや、貴様は確か前に取り逃がしたやつか。まあよい。魔王様のため、この海には命一つ残さぬ。ザコどもめが、海の底に沈むがよい。こんなでかかったっけ。ってことは、ってことは人魚のところはもう全員死んだってこと？ねえ、まずいぞ。わしのグランドクロスも効かぬやつに一体どうやって攻撃すれば。お。いけるか。
その光は。そうじゃ、勇者の力。お、なんか変身しだしそうな。お、何？うお、なんだこれは。すげえ、天が味方しているわ、勇者に。でかしたぞ、やいな。攻撃を弾く術さえ解けてしまえば、こんなやつおするるに足らんわ。あ、そういうこと？よーし、反撃開始じゃ。みな、アイナの後に続け。ググ、こしゃくなやつめ。よくもやりおったな。海の木図にしてくれるわ。これでもう普通に戦えるわけだね。じゃあ余裕じゃない？破壊軍王ジャコラが現れた。よっしゃ、行くぜ。お、いいぞいいぞ、攻撃力高めてくれるの。攻撃力を高めた上でのみんなの一斉攻撃ね。お、ありがとう、守備力も上げてくれて。そういうとこね、そういうとこ大事ね。まだ回復しなくても大丈夫なぐらいやね。シルビアさん弱いよ。やばー、そこを。お、オーブ？オーブつけてるの君。じゃ、これはいただいていかなければいけないやつじゃない？ってことは、こいつをつけたら手に入るのか。お、お、お、素晴らしい、会心の一撃が。でも一瞬やっつけたんかと思ったけどね。そんな速攻じゃないか。あ、でも結構、え、もうだいぶ疲れてきたことない？もういけるやろ。ふわ、ちょっとやめてください。ほら、ちょっと体力がやばくなってきたかな。あ、ありがとう。ありがとう、おじいちゃん。もう全然大丈夫です。今のがまた会心の一撃でとったら、多分やっつけれとったんじゃないかなと思う。だってほら、もうぜいぜい言うよりも、多分これ瀕死状態やろ今。跳ね返した、すごい、素晴らしいよグレイグ。いけ。もうみんなバシバシやっつけてしまおう。ヘナトス、すごいなんか名前が間抜けよね、ヘナトスって。どんどん弱くなっていくなね。あんまり効かんくなってきた。お、ドーン、ありがとう。ありがとう。じゃあ守備力も上げてるから全然大丈夫です。しかしちょっとグレイグが危ない。ありがとう。まあいいのはね、今自動回復がついてるからあれやけど。いけ、いや弱いな。今のじゃちょっと弱いな。はい、連携。うーん、微妙だな。おお、ゾーンに入った。やめてよ、敵側のゾーンはちょっとよろしくないよ。よろしくないよ。キャー、素早さが。いけ、まだか。なんか結構もうね、体力減らせとるような気がするんやけど、そんなこともないんかな。思ったよりまだ全然かもしれんね。ぜいぜい言い寄る風に見えて、別にそうでもないかもしれんし。あー、やめてください。シルビアさんがちょっとピンチかな。ありがとう。そして回復してくれた方もちゃんと回復をねしていかなければ。お、ゾーン効果切れたよ。え、ゾーン技使わなかったの？このまま消えちゃったやん。もったいないことするなぁ、敵ながら。敵ながらもったいないことをするなぁ。おっしゃ、これはいってないんかーい。いってないんかーい。会心の一撃やっただけ。おお、なんかすげえ耐えるね。まだ、いや、もう君虫の息でしょうよ、やめとき。え、もうやめときって。ちょ、老じいちゃんしょぼい。超絶しょぼい。
ほらやばいやん、やばいやん全然。でも全然攻撃力は衰えんけんね。すげえ。はい、ベホイムー。そこ解放してからのフバーハなの。もうちょっと何かしら。お、マジで、まさかのシルビアさんで、なんか大した攻撃じゃなかったけど。はい、これででもやっつけれたね、ジャコラは。うおー、このジャコラ様が破れるはずが。あのイカズチ、まさか貴様は勇者。あ、誰かは分かってなかったの君。ウルノーガ様、勇者が復活を超えているのか、それは。はい、消し済み。あの時やっつけれとったらね、人魚たちも今頃無事だったであろうに。お、オーブや、オーブやったね。アイナはレッドオーブを取り戻した。神湯、どう、記憶は。わはは、あんなやつ勇者の力を取り戻したアイナに敵ではないわ。これで海の脅威が去ったはずじゃ。さあ、先を急ごうぞ。このような魔物が二度と現れるによう、一刻も早くウルノーガを倒さねば。幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているようじゃ。今のうちに奴を倒す手がかりを見つけるぞ。そのためにどう進んでいくんやろ。大会の守護者、勇者の力を存分に発揮し、海軍王ジャコラを倒した者に贈られる称号。海に滑る光の柱があるマーメイドハープを奏でますか。奏でてみよう。とりあえずね。おるんかな、おらんのかな。でも命は全部消したって言ったもんね。つらい。あ、中に入った。はい、入ってこれました。クレーモラン城下町へ。クレーモランの人たちもさ、出ていけんやんね。はい、じゃあとりあえず今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。